現代でも恋愛のアプローチ術になっておるナンパでございますが、実は江戸時代からポピュラーな方法だったのをご存知でございましょうか。こたびはそんな江戸時代のナンパを徹底解剖してまいりたいと思いますが、一体どんな場所でどんな方法でナンパは行われておったのでしょうか。お尻をギュッとね、つねり具合でわかる思いの深さとは。江戸時代は面と向かって好きですなんて告白することは野暮とされていました。では一体どんな方法を用いていたのでしょう。それは言葉よりも態度で示すことでした。実はお相手のお尻をギュッとつねったり叩いていたそうなんです。もちろんいきなりはいけません。女性の後ろからそっと近づき、優しくギュッとつねってあげることが大事でした。あまり力を入れすぎると、いくらお尻の部分だとはいえ痛いはずです。女性はその優しさを感じて、ポッと顔をあからめていたそうですよ。でも、両家のお嬢さんに変な虫がついてもいけません。そんな時はお付きの者がお嬢さんの後ろにぴったりとくっついて警戒していたそうです。もっともお金持ちや商家のお嬢さんの大半は親が結婚相手を決めていましたから、あまり近づいてくる男性もいなかったでしょうね。これは驚きました。こんなの今やったら犯罪でござりますな。とはいえ、お尻をつねられた女性がその気になれば、後から手紙を出したりなんかして、私もあなたのことが好きですなんて恋が始まったそうなんじゃ。これは日の本だけの風習かと思いきや、他にあらず。実は現代のベトナムでは女性のお尻を叩いて求婚するそうですし、チェコという異国ではお尻を叩くことで1年の無病息災を祈願するそうでござる。また子宝に恵まれるという習わしもあるのだとか。奥手男子は手紙で思いの丈を伝える。チャキチャキの江戸っ子といっても、口下手だったり引っ込み思案な奥手男子もたくさんいました。そんな男性が思いの丈をお相手に伝えるとき、手紙作戦を用いていたらしいです。前の晩に一生懸命書いた手紙を女性の袖の中へそっと入れるのですが、それだけでちょっとドキドキしそうです。実は平安時代の貴族も同様に、求愛の手紙をせっせと書いてはお目当ての女性に送っていたのだとか。返事がなければ何十回となく出し続けたそうです。自分の一生懸命さをアピールしたわけですね。ちなみに江戸時代は源氏物語や枕草子などの平安文学が広く読まれていた時期ですから、はるか昔のロマンチックな恋愛模様に憧れを抱いていたのでしょうね。江戸時代の男性も奥ゆかしい部分がござったんですな。女性が思いを寄せる男性から手紙をもらった時、嬉しさのあまり大事な手紙をなくさないように腰巻き、いわゆる下着の下に隠し持っておったなんて逸話も伝わっております。しかしお相手が男性を嫌っておった場合、その結末は悲惨なものになりまする。ほら、こんな手紙が来たのよと親に暴露されたり、ほら返すわよと投げつけられたり、それはそれは大変だったそうじゃ。神社の境内は男女の出会いの場だった。男女が出会いの場として活用したのが実は神社でした。なんて不謹慎なと思うなかれ、実は神社という場所での出会いは公認されていたのです。と言ってもそれが許されるのは祭りの時だけでした。例えば町内で大きな祭りがあった時、若い男女が互いに参加し、もし意気投合すれば恋愛に発展しますし、そのまま夜の暗がりへ消えていくこともあったとか。日本では古くから女性は汚れの対象だとされてきましたが、実は祭りというのは汚れを払う場でもあるのです。女性が積極的に恋したいと考えるのは自然の流れだったようですね。なるほど、神社は出会いの場所だったんですな。ちなみに江戸時代には他に歌書きという自由恋愛の場もござりました。
たくさんの若い男女が集まって歌を読み合う歌会でござるが、男性が気に入った女性に対して歌を投げかけ、それに対して女性が歌を返すというもの。もし意気投合すれば恋愛に発展したわけでござるから、江戸時代の人々も雅な心を持っておったんですな。これは強引すぎる。まさかの不法侵入。これは江戸時代だけでなく古くから続いていた風習ですが、気に入った女性のいる部屋へ忍び込む夜這いという方法もある意味ナンパの一つでしょう。地方によっては戦後になっても続いた風習ですから、かなりポピュラーなアプローチ法だったことがわかりますね。風俗の乱れを警戒した江戸幕府が夜這い禁止の法令をたびたび出していたそうですが、あまり効果はなかったようです。まさに究極のナンパと言ってもいいかもしれません。確かに夜這いは平安時代から始まった風習でござるから、いきなりやめろと言われても庶民は納得せんかったことでしょう。ちなみに夜這いとは地方や農村で頻繁に行われた行為でござりますが、実は江戸や大阪といった都会でも根付いておったようじゃ。娘が心配な両親は江戸なら安心じゃろうと思うて武家屋敷や商家へ奉公に出すのですが、かなりの確率で夜這いをかけられてしまうのだとか。気づいた時には娘が妊娠しており、どこの馬の骨ともわからぬ男を向こうにするとかしなかったとか。中には悪い奴もおって、両家のお嬢様ばかりを狙う夜這い男もおったそうじゃ。浜辺は今も昔も絶好のナンパスポットだった。現代のナンパスポットといえば、やはり夏にはオープンな気分になれる砂浜や海水浴場でしょうか。実は江戸時代も海岸が絶好の出会いの場だったようです。現代の東京には砂浜などほとんど残っていませんが、江戸の頃は遠浅の美しい浜辺が広がっていました。また貝が豊富に取れますから潮干狩りが盛んだったそうです。若い女性が夕げのおかずにと潮干狩りをしている時、どうしても着物の裾を託し上げます。それを見た男性が妙な気分になり声をかけるそうです。お姉さん、何かいいものが取れたかい。女性もいい男だと分かると声が弾みます。さっぱりだね、今日は収穫なし。これは男性にとってまたとないチャンスです。よし、おいらが取ってやるよ。一生懸命手伝ってくれる姿に女性はもうメロメロになることでしょう。品川や芝浦などの海岸は人気のあるナンパスポットだったそうです。やはり海というものは開放的な気分にさせてくれるんでしょうな。また海岸ではアサリやハマグリの他にもヒラメやハゼといった魚も取れたそうじゃ。浜辺でそのまま焼いて楽しんでおったとか。浜辺で出会った男女が仲睦まじくバーベキューをするなんてちょっと羨ましいですよな。ただし潮干狩りの場合は季節を選びまする。春先が最も盛んだったようですから、恋をしたい男性にとって年に一度の楽しみだったんでしょうな。こうして見ると今も昔もナンパの基本は変わらぬような気がいたしまする。ラブレターを出したり海へ行ったり祭りに出かけたりなどなど、江戸時代といっても出会いのきっかけはそこら中にあったようですな。そう考えると江戸庶民たちの恋愛事情は現代と変わらずとても自由だったのではござらんじゃろうか。こたびは江戸時代のナンパについてご紹介してまいりました。時代時代において出会いの場っていうのは違ったわけですな。また違う時代の出会い方についてもご紹介してまいりたいと思います。最後にこの動画が良かったら良いねと援軍チャンネル登録もよろしくお願いいたします。